はい、はい、じゃあパートナーを有村クリスティさんにして行こうかと思います。怖いですね。おかしいところはないか。なんともない。ない。早く行きましょう。変化はない。でも正常なら特に。ここもさっき探ったけどもう何も入っていない。はい。怖い。はい。なんかありますね。ああ。何か置いて物体を取り上げた。え？瓶詰めの蜂蜜？よく触れるね。だってそこあいつと死体があいつのお気に上げだろ。いや忘れ物かもしれないが、テーブルの上に何か転がっているのが見えた。それは清涼飲料水の蓋だった。内側はまだ濡れている。しかしどこにもボトル本体はない。ということはボトル、瓶詰め蜂蜜、あれなんかこれかな。蜂蜜を手に入れました、それで先行く、うん、ちょっと突き当たりな、ここ行ってみましょうか。物言わぬ男の霊がこちらを見据えて近かった。影は自分だけ恐ろしい行政にが見つけた。同行者に頼る無理はそんなの。しかしクリスティが人影に向けて祈りを捧げると、何かその姿は消えていた。おお、うん、よかった。女性の姿を見て安心したらしい。祈りが通じたみたいね。たまには祈ってみるものだな。先に進みましょう。枯れた草、枯れ草を手に取って調べてみたが特に変わったところはない。目はまだしっかりしているらしく、引っ張ると確かな手応えがあった。線香のようなものが入っていた。遺書、携帯、二人線香。教えの蜂蜜をかけるとなんとかなのか。みんな持ってて、すぐに僕もところへ。よりた文字とこのように書かれている。
取り線香、携帯からの香取り線香、線香皿の上には短く折れた香取り線香と1本だけ残ったブックマッチが入っている。1回しか使えれんね、遠距離。すごい物品がいっぱいになってきましたね。で、まっすぐ、あ、右、あ、行けんがやね、もう終わり、これで行けれん、行けれん、ほら、いや、なんだ、戻る、ほら、行けれん、え、進んだわやね、これ。いや、戻ったっけ。あ、戻った、いや、戻って、うん、進んでる。バック、うん、で、あの、女の幽霊が出てる、うん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 、はい、怖い、クリスティが祈りを捧げる。おお、大丈夫、消えた。どうやら必死の祈りが通じたらしい。よかった、取りつかれるとかしなくて。ああ、助かったよ。先に進みましょう。うわあ、ここの鍵っていうことやね。血が、血が、ちょっとこれやばいんじゃない？いろいろ見ちゃおうかな。はい。戻ってください。ちょっと待ってくださいね、これ調べる。調べの方が。戻って。で、チェンジしてください。どうぞ。ほどほど。はい。ダメみたいな。この人ではダメです。野球の子？ショー？どっちでもいいんだけど、まあ、ショーでいったことだね。だってマスター一回もならないから。あー、ちょっと ね、おかしいけど、ね、左？左。一回戻らない。苦行から戻らない。この子出てみろ。グッズ。セーブ。俺が教えれるか、ここまで。ここ、何もないですね。
じゃあ行けますよ。怖い。名古屋の中は甘ったるい匂いが立ち込めていた。この匂いは蜂蜜。目が行った。まさか。母は袋がある。調べざるを得ない。時間はもう少ししかないのだから。カラカラに乾燥した木の根のようなものが入っていた。乾燥した根。木の根に小さな紙切れが針金で留めてある。みんな行っちゃった。もう一人ぼっちだ。僕はみんなに会いたい。でもずっと頭をぼーっとしていて、もうやり方も思い出せない。最後に二つを合わせればよかったはずなんだけど。二つ。古びたノート。見る限り家族は破滅。もし密告者が出たら目覚めさせて叩く。おとなしくなるまでやる。みんな気をつけて。目覚めているとき家族もただの人。何これ、参考になりそうだ。どういうひどくべたついている。もし食いただけで読めなかった。何かが動いた。それはもぞもぞと断続的に動き続けている。ショーがのんびりした仕草で朝袋を指さした。あ、見ろよ、動いてる。緊張で額に汗がにじむ。恐る恐る袋の口に手をかけた。ゆっくりと開いた。今まさに聖地作り変えられている下。見る影もないが、これが誰であるのかは直感的に理解できた。自殺志願者の木村正住男らしくかけたためにベンチに座った。今日は下指さして洗った体中に開けられた穴に蜂蜜が、蜜蜂が潜り込む。せっせと巣作りに勤しんでいる。袋の中から聞こえた小さな音は蜂の騒ぐ音だったようだ。この凶器の改造を捉えられた死体は森の締め男に幸せに違いない。完成すればあのおつましい養蜂場を彩るオブジェが一つ増えることだろう。その時死体の傍らに一緒に詰め込まれている物品に気がついた。全く似つかわしくはない。それらの品々はまるで旅立つ者への副葬品のようだった。テニスボール、お休み家族、大瓶。
おやすみ家族さんを手に入れた。え、群れ惑わせよ。さすれば無事。群れを惑わせよ。群れ惑わす。今見つけたもので、そんなことができる。テニスボールで蜂をやるがかな。マサオの泣き殻を浅袋へと戻した。いずれは手厚く葬らなければならないが、今はその時ではない。木村との再会。じゃあちょっと行きますか。はい。はい。セーブしよっかな、これから。ここセーブできない？セーブできる。あ、できるできる。ちょっとやっちゃう。もう飛び出たらわーって来るかもしれないから。怖い。やめて、何言うか分からん。本当にあーよし。いやーもう怖い。ちょっと出ますね。あーほら来た。もうやめて、うーん怖いから。ここじゃなくて左？まっすぐよね。まっすぐ行って、え？もうなんか変な音がしゅうてずっと。なんで？こっからまっすぐ左。戻ってどうか。まっすぐ。もうどんどん進んでる。左？上が言うたらいけれんがやな。8かな。あ、違うか。鳥じゃん。ああ、違う違う違う。じゃあ。右かな。蜂がおるところ。うん、ここここ。これで、噴霧器。で、先多分薬剤手に入れた。まあ、群れを惑わすって書いておったね。あの群れがいっぱいおったとこあるよ。あー鳥居のところか、うん、あーそん時になんかテニスボール使うがかな。2つ合わせればよかった。3つあるね、うん、はい。通れるようになりました。これでまっすぐじゃあ行きますね。もう怖い、やめて、でもやめて。もうやめてって、もういきなり誰が泣いてって言うた。怖い。ちょっと待ち。あ怖い。行き止まり。ほら。ああ。いや、ほら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 。ああ、噴霧か。むしろ近すぎる。
蜂を裂き、嘘やろ、なんかおる、噴霧器使う、近すぎてダメって言ったら今叩く、近い木、テニスボール使って使えれんか、でこれを巻くとか、無理やね、え無理や、無理？違う？普通にやった噴霧？違うんだけど、結局これを普通に使う、近距離、あ、選べれん、今度お休みだ、お休みかけて、これをちょっと使う、選べれん、じゃあお休みかけて、あ、じゃあさっき噴霧器を使わないか、あ、使えれん、使えれん、調べないかんがかな、先どうやねバックやったけんどいかんかったけ、どうやね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 、おはよう家族に、おはよう家族、あーここここと、お父さん見て、え、見て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 、ヤクスが後ろ後ろヤクスが来た、これ時間切れ、全然わからんがやけど、あ、腕にすると痛みが走る、どうやら蜂に襲われたようだ、ちょっと星が近づいてくる、もう一度押されたらここに取られそうにない、蜂蜜、蚊取り線香を使ってみる、
ちゃ考えるけど。変わらなかった。変わらなかった。その上にも戦火の煙は届いているが、特に効果はないようだ。消しかけてきた。傷だった。戻る、もう一度体験。最後のセーブで戻ります。まず点でダメやったね。